チーム名は英語の方ですかねえ英語の方にするかっこくない由来がこれがさキリンって思わなくない由来があーそれがおしゃれじゃないかっこよくはないよかっこよくはないかっこよくないようん、キリングミでタグはハッシュタグキリングミでいいんちゃうあ確かにおしゃれやねうんキリングの組は感じですいやもう全部ひらがなですひらがなキリングミキリングミビン

めちゃめちゃありそうな実は牛の仲間なんだキリンってキリンマジで実質実は牛の仲間なんだってガチですガチガチえガチの？ガチ牛の仲間らしいだから模様があんな感じなのかなんか似てないシマウマじゃなくてですかえキリンってなんかシマシマやったっけキリンってなんか違う点々だよなんか模様あるよな牛みたいにあ牛はシマウマか いや、牛…違うよ。あたまにブチジャン。とんでもないとんなが。あかり、あかりやばい。キリン知らなかった、もしかして、こんだけキリン上がってたけど。でもキリンって黄色じゃないですよね、リアルは。え、黄色じゃんキイロじゃんキイ黄色ゃん でずっとシマウマのことキリンかと思ってた今。やばいって。ちょ、えー、ってあるり明か, <laughs> か,かり族やばい。やばい。シマウマとキリンが配合してた明かりしっかりしてくれリ族キリンをシマウマだと思ってたってことよね。うん、今までの話であ。あの、シマウマの首,首が長いバージョンかと。首は長いバ合ってたの認識は <laughs> <laughs> いやうん、うん、シマウマの柄。 首が長くて白と黒でみたいななんでイラストは黄色なんだろう,うそ,んそんなバケモンみたいな生物見たことないって <laughs> 白黒だと思ってあ新しい生物だねそれ待ってシマウマの首が長いバージョンを想像したってことやろお <laughs> はい,おい <laughs> 生まれたねやばい <laughs> ハイブリッド作っ,ちゃった <laughs> とこ,れこの大会勝ったたらアカリンと一緒に動物園行きたい本物のシマウマじゃねえやキリン見に行こう。